ニュクス語は簡単な言語ではないが、とりあえずなんとかなる。彼女はまたお前に会えて嬉しいそうだ。彼女のことを覚えているだろうか。名前はノコ。お前がまだ子供の頃に彼女のムートに乗せてもらったことがある。お前はとても元気よく走り回っていた子供だったとノコは言う。まだその輝きを失っていないことを喜んでいる。だがそれも過去のことだ。記憶は思い出を振り返るにはいいが、今後の行き先を示してはくれない。この崩れかけた世界では誰もが指標を欲しがる。全てが終わった時により良い世界になっていることを願うのみだ。ノコもその時代のことを覚えている。だがそれがどれほど魅力的であったとしても、彼女は決して過去の思い出に浸ることはない。再びルパルパンと対決することになるだろうと彼女は言う。もはやそれを避ける術はない。時間の問題だ。お前が幼い日に味わった恐怖を前にしたら誰もが壊れてしまうことだろうと彼女は言う。だがそうはならなかった。お前にはまだ温かい心を感じるそうだ。歴史とは今まで自分が歩み踏み固めてきた道のようなものだとノコは言う。いつでも振り返り戻ることができる。だがこの先は自分自身の力で切り開くことになる。ならばお前は彼女より強いということだ。彼女はルパルパンがノートにしたことを償ってほしいと思わずにはいられない。彼女らしくない考え方だが、お前はこの世界でいくつの道をさまよったのかと聞いている。そしてもし異なる道を歩いていたら何が変わっていただろうか。やりたいことを全部できるわけではない。どこにでも行けるわけではないし、全てを見ることもできない。できることは限られている。世界が存続するのは喜ばしい。世界が終わるときにノートが全滅するのを見たら心が潰れてしまうだろう。世界のために戦おうともしなかったお前が気に食わないそうだ。お前がミリアドと打ち解けていることを喜んでいる。彼らはどんな時にも輝きをもたらしてくれるという。それは一時的なものだ。目が澄んだら以前に比べ何もかもずっとよく見えるようになるだろうと言っている。まあその話はもういいだろう。ムートがどこに行ったのか心当たりがあるらしい。開けた荒野の一角ほど好きなところはないそうだ。彼女はそこをムートメドウと名付けたくらいだ。ムートはおそらくお前がここにいる間に体に移った匂いに気づくはずだ。それでお前を信用しついてきてくれるだろう。ムートを見つけたら連れて帰ってきてほしい。よく鳴らしワールドイーターのところまでお前を乗せていけるようになるには時間がかかるだろう。彼女は確信が持てないから様子を見るしかない。どれどれ。山は確かに美しい。ムートメドウを見つけたか。ムートに気をつけろ。吹っ飛ばしてやしてやる。うまく当たった。
まく当たった。吹っ飛ばしてやる。明るい時間は一日の始まりにぴったりだ。ムートは戻り落ち着いたように見える。だがノコはまだ心配そうだ。ムートはまだ不安なようだが、幸運にもノコはムートを落ち着かせるものを知っている。ムートは以前ボンボンガミーを間違って食べたことがある。だがそれを噛むととても落ち着いたそうだ。ムートのためにボンボンガミーを見つけてほしいと頼まれた。前回はクロスウェイのそばで見つけたそうだ。フーフパフが立てた音だ。彼女はムートが逃げ出すほど動揺するところを初めて見たそうだ。当たった。当たった。今日は何かが起きそうな予感がする。やったな。こういうクランクは大概回してディスペンサを操作するようになっているんだ。ひとたびブラインドボックスから出てきたら、それはお前のものだ。
噛み応えのあるボンボンガミーに気を取られるとムートは落ち着くらしい。だがノコはまだ心配している。彼女はムートが落ち着いて安心した。ところでムートに乗るならノコが持っているものよりも重いシットタイトを装着する必要がある。十分な重量のあるシットタイトとして考えられるのは旧世界のメカムートに装着されたものだけらしい。彼女の記憶が正しければノートの鉱物を漁っている時にスマイロショッペリアで見つけたそうだ。そんなに遠くない。安全に乗るために背中に取り付ける鞍だ。それがなければかなり揺れて危険だ。太陽が出ているのはありがたい。スマイロショッペリア、ここで買い物すれば笑顔になるということだろう。うまく当たった。吹っ飛ばしてやる。どれくらい地下深くにいると思う？スイッチが合うように一列に並べる必要がある。よし、アクチュエーターを初期化してフレームワークを起動するのに十分な電流だ。
ちょっと待った。しっかり捕まれ。あれはメカムートじゃない。メカムートを揺らさずにボルトを緩めないといけない。いいぞ。シットタイトが緩んだ。馬鹿げたことはやめて、シットタイトをノコのところへ持っていこう。山を登るのは一苦労だ。うまく当たった。お前なら使えるはずだ。ムートが口いっぱいにボンボン紙を頬張り、最新のシットタイトが装着された。ムートに乗る準備はできたぞ。ノコは別の小動物を訓練中だ。うまくいけば夫婦パクトの対決で奴の気をそらすことができるかもしれない。グリッターモスを見つけたければミートゥーに会いに行くといい。彼にグリッターモスを安全なところに保管していくよう頼んだそうだ。ブライトライトでミートゥーに会えるだろう。彼は軽率ではあるが、どこにグリッターモスを保管したかぐらいは覚えているはずだ。前歯が少しグラグラしているようだ。プルフックで引き抜けるかもしれない。これは全て掲示板に貼られたたくさんの通知を見ろ。ここをうろついていればノコに会えるかもしれない。彼女はノートが大好きなんだ。動力が尽きたことで民はノートに乗るようになった。そしてその伝統は長年続いた。動力がついた機械へと交通手段が変わると世界は汚染されたが、それまでのように通りに糞を撒き散らすことはなくなった。どうやら当時は優先順位というものがなかったらしい。ここでは足元をよく見ておけば他の旅人が通った後を見つけられるかもしれない。
見つけたぞ。ノート小屋の泥に埋もれていた。ノートに踏みつけられていないなんて信じられない。自分で歩くよりは早い。それから彼らに乗った時は忘れるな。お前も動き続ける羽目になるからな。先に進もう。ノートに先を越されるわけにはいかない。太陽が出ているのはありがたい。興味深いな。まだ建っている古い家があるなんて。うまく当たった。山、クランクを正しい順に反対方向に回さなければいけない。最高の素材から作られている。
体感どう？ここはブライトライトと呼ばれている。ミートゥーが近くに住んでいる。どれどれ。日に日に世界は暗くなり、もはや救う時間はあまり残されていない。お前とは出会ったばかりだが、いずれ大きな役割を果たす運命にあることが感じられるという。世界にはあまりに闇が多すぎる。それを呪うよりも、それと戦うために彼はランプを作っている。お前は闇を貫く道を見つけ、太陽のように輝いている。だが、その力を世界を温めるために使うか、それとも燃やすために使うのか。お前は光の中心にいてくれ。そうすることで闇からの出口が示されるだろう。お前の道がどこへ続くとしても、自分の生まれを覚えておくことは重要だ。過去は現在を明るく照らす。お前は自分がどれほどの影響を世界に与えたか自覚しているだろうか。光が闇を変えるように、お前の存在は物事に変化を与える。今までどこを照らすか選ぶとき、それに気づかなかったか。お前のすべてを明るくするやり方からそれが見て取れる。お前が世界を明るくするために力を貸してくれて嬉しい。世界にはまだ救うべき物事がたくさんある。世界に救う価値がないと判断したことに愕然としている。何がお前をそうしたんだ。お前がミリアドと親しくなったのは正しい判断だ。彼らはたくさんのランプを買ってくれる。世界の明るさを信じているトライブだ。それは明白だ。正しさよりも明るく輝くものはない。お前の瞳の輝きを見れば、お前が仲間のことを話しに来たわけではないとわかるそうだ。彼はお前がここに自己啓発のために来たんじゃないかと思っている。最近は何もかも暗く、希望がないように感じられるから、無理もないことだと言っている。だが、まるで毛糸の端と端のように、お前たちの運命はどこかがつながっていると感じられる。お前の言葉は彼にも通ずるものがある。だから彼はミートゥーと呼ばれるのかもしれない。お前はまるでデイフライのようだと言っている。毎日を最後の一日のように生きて、夜が来るのを恐れている。今にそれが正しいと証明されるかもしれない。完全に闇しかないものなどいない。どんなに最悪な悪党であっても、小さな善の灯火を持っている。ミートゥーは明るく輝くものに興味があるだけでなく、光を放つものも好きなようだ。まだグリッターモスを見たことがないようだが、そろそろ見ておくべきだ。ゴングラスの近くに生育しているが、決して光を絶やすことがない。グリッターモスを見つければ、最後までやり遂げるための光を得られるだろう。
光に対するお前の情熱を知り、喜びに輝いている。ここにはもっと崖があったはずだが。バランスが肝心だ。バランスが肝心だ。当たった。吹っ飛ばしてやれ。これは遠足ではない。本番だ。彼女の計画を実行するのに十分なグリッターモスが揃った。今は歩いてきた道を振り返らず、ワールドイーターとの戦いに向けて目の前に続く道に集中してほしいそうだ。フーフパフは進化の二面性を証明するものだ。この上なく美しく、そして同時にグロテスクでもある。つまりフーフパフはクナップストーニーズに引きこもっている間、
根っこを蝕む時間がたくさんあったということだ。つまり北西のサーフの下の根っこと同じくらい多くのダメージを受けていると彼女は考えている。自然界のものは全て二つの顔を持っている。例外はない。彼女は不完全さよりも美しいものなど存在しないと思っている。